は。ん？手紙？マナからだ。親愛なるレイへ、突然のお手紙で失礼します。下駄箱に入っている手紙といえば、日本ではラブレターらしいですね。なんだか照れくさいです。レンは週末何かご予定はありますか？もしよろしければ私としっぽり隠れ家温泉で合いびきしませんか？あなたと一緒に身も心もとろけるような思い出作りをしたいです。マナーより。しっぽり合いびき、身も心もとろけるような思い出作り、週末が楽しみだ。今ろくでもない妄想したであるな。お待たせ、マナ。え、葵と南？レン君、おばりよ。どうしたのその格好？これで全員揃いましたね。え、さあ皆さん、温泉でしっぽり合いびきして身も心もとろける思い出作りをしましょう。しっぽりっていうか、マナ、しっぽりとか合いびきとか意味わかってる？よくわかりませんが、温泉に誘うときはこういうように友達からアドバイスをもらいました。やっぱり騙されてる。あれ、レン君、気分でも悪いの？いや、気にしないで。はい、対象は想定通り目的地へ向かっています。サジェストしたベネフィットが刺さったようだね。彼らはプライオリティの高いステークホルダーだから、しっかりリサーチしてくれよ。ショッピングモールの福引きで当たった？はい。一等の温泉旅行ペアチケット。ペアチケットが5枚です。え？いやー、マナちゃん本当にすごかったよね。5連続で一等ランチャーとか、まさに黄金の右腕だよ。ああ、さすがの引きだね。私が見込んだだけのことはあるよ。アルプルギス？なんでお前らも？引率みたいなもんさ。子供ばかりじゃいろいろな不都合もあるだろ。俺らもアルプルギスに誘われたき。温泉温泉。ペアチケットが5枚、すなわち温泉に行くのは10人まで可能だ。そこでこうして皆さんをお誘いしたんです。ちょっと待って、10人まで行けるってことは、もしかしてアキラも誘った？はい、でも制約があると断られちゃいました。何の用事だろうな。この温泉地では今、温泉が突如として熱湯になってしまうという謎の現象が頻発しているようだ。モンストゲートが開いた影響ですか？おそらくね。それでなんで俺が？前々から君はもう少し弾けた方がいいと思ってたんだよ。仕事ついでに温泉旅行を楽しもうじゃないか。あんたは弾けすぎだ。はい、撮りますよ。あきら君、スマイルスマイル。ありえない。何をもたもたしている？行くぞ。ここからでも湯気が見える。本当ですね、温泉旅行に来たって感じですね。レン、しかしこの状況、女子2人がレン君を全く意識せずやっているのが恐ろしいですね。け、レンのやつ、熱湯風呂で釜茹でになればいいである。到着。レン、ジャパニーズ着物です。ああ、浴衣だね。浴衣、私も早く着てみたいです。それじゃあ、旅館にチェックインしよっか。あ、この人
知ってる。ミスターマダラメ？最近よくテレビに出てるよね。ここマダラメグループの系列なんだ。レン君、浴衣に着替えるからちょっと外に出てもらえる？浴衣か。まだ下着まで脱がなくていいんだよ。え？着物を着るとき下に何も履かないのが習わしだと友達から教えられたのですが、また騙されてる。っていうかこの浴衣丈が短すぎじゃないかな。気をつけないと見えちゃうかも。またろくでもない妄想してるであるな。待たせちゃってごめんね。じゃーん、浴衣姿のお披露目です。ですよね。理想と現実の違いを知ったであるな。どうですかレン、浴衣を着るのは初めてなのですが。うん、似合ってるよ、すごく。ありがとうございます。それじゃ早速レッツ温泉です。うん、ゴーゴーゴー。三角関係というやつであるな。悪いな、リョーマ。たまにはこうして友と背中を流し合うのもえいろ。オラ様はスポンジじゃないじゃろ。おさむさん、お気楽ご苦楽。ほんと、いい湯だよね、マナ。死んでる。いえ、生きてますよ。もう、脅かさないでよ。温泉にはこうやって入るのが習わしだと友達から教えてもらったのですが、間違っていましたか？うん、違うとかそういうレベルじゃない。楽しい温泉旅行がサスペンス劇場になっちゃうかと思ったよ。ずいぶんと騒がしいな、ルイサ。うん、なんだ貴様らか。なんでルシファーがここに？以前から温泉というものに興味があってな。おお、セクシーダイナマイトですね。おいしい。なんか至れり尽くせりって感じだね。おいしい、なかなかいける口やにゃ。なんかいい気分になってきたね。誰か余興見せてくんない？はい、一番ガブリエル、笛吹いちゃいます。世界に終末が来てしまうであるぞ。2番ナポレオン、これより軍事演習を披露する。こんなところでダメだって。私の辞書に不可能の文字はない。ドヤ顔で言ってもダメ。世の中不可能なこともあります。にぎやかなことだ。あれ、レン君は？そういえばマナちゃんも。レン？温泉でのぼせちゃった？はい、少しはしゃぎすぎちゃいました。それだけ楽しかったってことだよね。はい、こんなに楽しかったのは。おいしかった。そうだね、食べたね。トモミは本当にどうかした？いえ、ふと思ってしまいました。この楽しい時間の中にパパとママがいたらなって。パパは日本が大好きで、こういう景色を見せてあげたかったです。それちょっとわかるな。俺も父さんがちっちゃい時にいなくなっちゃってさ、それから一度も会っていないんだ。そうだったんですか？でも上野原に戻ってきて、葵や南や明や仲間たちと出会って、みんなのおかげで今が一番楽しいって思えるようになったんだ。
私もです。レンと出会えてよかった。聖なる癒しの水はどこでしょう。モンストアニメは美人天使の湯煙事件簿。この美人天使とはそう、俺の肩でおもむろに寝息を立て始めたマナに他ならぬ。いや違うようであるぞ。ガチで美人天使たちが温泉に降臨してセクシーに華麗に熱々事件の真相に迫るである。マジっすか。それはそれで見るしかない。